はい、じゃあ45歳の元トラック運転手を語る若者へのメッセージということで始めていこうかと思います。おう、みんな元気そっか、やおちゃん久しぶりやな。今日は、まあ、トラックの運転手をしてて辛いこと、もしくは気楽なこと、まあこれについてちょっと喋っていこうかなと思います。まあ、トラックの運転手、皆さんどういうイメージ持ってあるかな。やっぱり人と接することが少ないから気楽、まあ、そう思っている人が多いと思いますし、まあ実際にやっぱりね、前も言うたんですけど、やっぱり同じ同僚とか上司とかとずっと顔をね、付き合わせてるわけではないので、やっぱりまあ気楽といえば気楽です。ただ本当の意味での気楽になるということはどういうことかというと、仕事に慣れてからというか、まあ一人前になってからですね、気楽なのは。やっぱりね、普通の運送会社でもズブの素人はやっぱり天井教育っていうのがあります。まあ短ければまあ2週間ぐらいで、長ければまあまあ2ヶ月とあるんですけど、まあやっぱりそれが結構ね、気の合わん人と一緒になるとまあ結構しんどい。まあまあそれを乗り越えればなんとかまあまあ独り立ちして気楽になれるかなとか思うんですけど、それでもやっぱりね、ほんまのズブの素人の人がトラック運転手になると結構大変。何が大変か言ったら、まずやっぱりね、フォークリフトとかが乗らなければいけない時があるんですけど、やっぱりトラックの運転手初めてで、まあまあ物流業界初めてっていう人やと多分フォークリフト乗ったことないんで、まあなかなかやっぱり免許も取ってもね、うまく扱えないよね。だからそういうのになれるまでが結構やっぱりもう胃がキリキリになるね。とりあえず自分で積み込まなければいけない仕事だとかだと、なんかまた荷物ひっくり返しそうやなとかね、やっぱりそういうことをいろいろ心配になって、結構胃を悪くします。だからやっぱりね、道に前になってから初めて、ああ、運転手って気楽やなと言えるのではないかと。あと、トラックの運転手と、まあ普通の会社員との大きな違い。やっぱりそれはやっぱ睡眠時間。これが異様に短い。まあ会社によってはね、普通に6時間とか睡眠取れる会社もありますけど、多くの場合は、まあやっぱり3時間とか寝れたらいい方かな。下手したら2時間とかね、いう会社もあるし、6時間寝れる予定であっても、交通事情により、もう1時間ぐらいしか寝れへんかったとか、それしか睡眠が取れへんかったとか、いうことは多々あります。だからね、結構ね、精神力が大事よね、トラックの運転手ってね。まあ、当然ね、手積み手下ろしするんやったら、やっぱり肉体、筋力っていうのも大事だけど、メンタルが弱いと、もうすぐに砕けてまいります。心が。まずやっぱり睡眠時間が短いとね、もうどうしてもやっぱり寝とったらやっぱり事故るんでね、ずーっと起きとかなあかんし、で着時間も決まっとったり、荷下ろし先でいや寝不足で寝れなかったんで間に合いませんとか、そんな通用しないんでね、まあまあその辺が結構きついかな、トラックの運転手してるとね。あとまあやっぱり、ね、長距離やと家に帰れない。地場の仕事でも積み込み時間が遅い仕事やと家に帰れない。これはよくあります。遠いところの積み地で済まされるような仕事をやってると、もう家帰ってる時間がまたそれで2時間とか3時間かかるぐらいやったら、もう家帰らずに行ってしまう、そういうのもあります。だからもう一番最悪なのは、もうほんまに地場の仕事で家に帰れへん仕事っていうのは、もうまあまあ僕的にはもうちょっと悲惨かなと思いますね。地場の仕事のメリットってやっぱり毎日家帰れるって、まあやっぱり車庫から近いところで詰める仕事をやってる会社を選ぶ、まあこれが結構重要かな。まあね、もう出っ放しでええんやとかね、もう宿なしの人はまあまあそれでええんやるけど、私みたいなホームシックにかかる人はやっぱり毎日家帰れる仕事じゃないといいんです。まあ仕事選ぶときはまあまあそういうのはもうちょっと参考にして選ぶといいかな。今日はまあちょっとね、それぐらいの話ですけど、まあまあまあ皆さん、まあ転職考えてる人はまあまあ頑張ってね、仕事を探してくださいということで、ほなまた皆さんごきげんよう。